今日大阪市内の専門学校に初めて登校したのはロシアからの侵攻を受けて先月ウクライナから避難してきたスン・オルガさんです。オルガさんは日本語の授業に参加するための準備として個別の指導を受けひらがなを学びました。あ、い、お、え、お、はい、ここ書きます。受け入れを決めた専門学校は全国およそ40の学校とウクライナ学生支援会を結成し、ウクライナから避難してくる人たちに渡航費の支援や日本語教育を無償で提供するプログラムを行っています。現在およそ350人がこのプログラムに応募していて、今後もクラウドファンディングなどを活用して学生を受け入れたいとしています。